皆さん、こんにちは。講師のレミです。早速ですが、日本の夏は湿気があって、ジメジメしていて暑いですね。つまり、蒸し暑いですよね。だから、今日は蒸し暑いですね、と言いたいとき、もし、Il fait humide. 湿度ありますね。というと、なんか言葉が足りない気がします。蒸し暑いの蒸しは蒸すですね。湿気があるということですね。暑いは暑い。というわけで、その二つの言葉を表して伝えないといけないです。Il fait chaud et humide. Il fait chaud et humide. Il fait chaud et humide. いかがですか？もし、フランス人の友達に日本の夏はどんな感じを教えたいとき、ぜひそういう風に使ってみてください。それでは、à bientôt et attention aux coups de chaleur. 熱中症にならないように気をつけてください。au revoir!